その時に子供ながら小学校2年生だって分かったというのは、彼のうちというのはね、お母さん芸者さんなんですよ、おばあちゃんも芸者さんで、実はねこういうのとってもかわいそうなんだけど、彼私生児なんですよね。お兄ちゃん高校生なんですよ。そしてこんなになると家に帰っても遊ぶ相手がいないんですよ。転校生だし、ましてはそういう子ですからね、友達いないんですよ。先生それを知っていて、もう授業が終わってるのに残ってたんですね。で自分が帰る時に手をつないで、そうなんですよね、先生は本当は代官山に帰った方がいいんですよ。家は恵比寿まで来た駅の近くだから、あの怖い先生が、誰も知らなかったけどそんなことしてくれるんだなと思って、ふっとねこの先生の優しさを感じたことがありますよ。後になってなんですがね、私NHK のね昼くれお昼のテレビがあって、でその時に私に思い出の場所があったんで、その恵比寿ですよね、とあとは広尾の方にある、アリスが怖い、これも子供の時からいつも遊びとか大好きなんですよ。でそのアリスが怖いのを持ってその中継をするから、 NHK 中継って大変ですからね、こんないくつもねコードから何からね、声にいっぱいで、でその司会進行しているアナウンサーの方と私がですね、ガキの頃の格好をして歩くわけだ、ドイツのハンマーの方で稲川さん子供って、私その有栖公園はよく絵を描いてたんですよ、ね、でその小学校の頃にその区 の展覧会とか表彰式があったんですよ。うまい子だけ表彰されるんですけど、それ毎年出てたんですよ私の。で公園はもう有栖公園はもうどこにどういう場所があるってよく知ってたんですよね。だからもう懐かしくてね、ガーッて言って、でいつも自分たちがザリガニを取って遊んでいた太鼓橋があるんですよ。変わってないなと思ってね、うーっと歩いてったら、その太鼓橋の上でグレーのスーツを着てね、白髪のロングヘアなんですがね、スラーっとした日焼けをした人がこっち背中を向けてね、こうスケッチしてんですよ。下って顔が見えたら、近くの大使館の方かなと思って、品のいい人だなと思ってね、で太鼓橋に渡るときこっちはカメラ回ってますからね、お昼のプレゼントでカメラ回ってるから、スーッと行って、それで避けようとしてスッと行ったら、ふっとこっち振り向いたんですよ。小さなスケッチブックを持ちながらふっとこっちを振り向いた瞬間、あれと思ったらニコッとしてね、ご立派になられましたねって言ったんですよ。那須山先生だ、よくまあ NHK 見つけたなと思った。そう、私の絵をとっても信じてくれて、いつも私に送信をさせてくれて、考えたら私この怖い先生が大好きだったんですよね。あと5分穴巻いたらきっと生放送中私泣いてましたよ。不思議だな、あの時子供ながらに思ったし大人になって思ったんだけど、あのティーンを連れて歩いたあの先生の愛、後になって私にご立派になられましたねって言ったあの先生、愛ってそうなのかもしれない、態度ではなくて心なんだなと思いましたね、そんな思いがありましたよね。有栖川公園がまた懐かしいしな、しばらく行ってないんですがね、そんな頃の時の話でね、週に1回ぐらいかな、突然先生、その先生死刑するんですよ、漢字の書き取り。で当時はわらばんしって今あんま見ないでしょうけどね、ちっちゃく切ったやつこれ出されるんですよ。で自分の名前書いて先生が仕上がって黒板にこう書くんですよ。それを漢字にするわけだ。その時私全部できたんですよ、10問全部で、前の人と交換するの。前の席というのは永田という子でね、私より柄がちっちゃくておとなしい青だめた顔したやつです、そしたやつなんですよ。書いたら彼会ってないんですよ、ほとんど2つか3つかできたのかな。それで点数書いて出したら、ふっとこの人は間違いになってる、ふってみたら1分2分6分みたいでしょ、負ける、あれ罰になってる、罰じゃないって言ったら、うんうん先生のと違って、先生が答え書いたんだけどその先生の答えと違って合ってるよって言ったら、うん先生はちゃんと糞の山がついてるのに稲川君は離れてる、そうじゃないあれ離れてるのことなんですね、刀で分けるから、1分2分刀で分けるから8って意味があって、それで下に刀ですよね、ところが離れてるからところが先生に言えないんですよ。でも誰でも分かってるこんなこと、私が合ってるの、こいつは知ってるんですよ私が合ってるの。
嫌い弱いおとなしさって知ってるんですよ。なのに自分がそんだけ間違ってるんだから私にバツつけたんですよね。で私先生に言えないんだ、先生その字違う、本当は離れてるのは本当だ、何バツになった言いたいんだ、言えないわけですよ。腹が立ってね、こいつは仕立てやったんだけど分かってる、これ絶対に。それで学校授業終わって帰り道、途中まで同じ道ですから、帰りながらお前なんであんな点つけたんだって、犬がく間違ってる、間違ってないって言う、うん、だって先生が書いた、お前なっつって、そいつのこと思い切ってバーン叩いたんですよ。手向かいしなかったかな、やつ叩かれたまんま、自分悪いの分かってますからね、叩かれたまんま。でも正しい青いだろうね、ほんとにあの顔色悪いんですよ、ほんとにやってるんだけど、涙ぐんだの分かんないと、叩いて痛かったんじゃない、叩かれたから悔しいというよりも自分間違ってますから。それでそのまま少し歩いていったら焼く道なんで、いつもだって上げてあげないまま、私そこ坂道なんて長い坂道、細い坂道でね、トトトトと上がってって、それで左を行ってずーっと自分家なんですよ。で帰って倉庫あってね、うちは当時家族7人いましたからね、おばあちゃんがいたし、まあ、両親はもちろんのこと、弟がいて姉がいて、で一番年上のいとこのお姉ちゃんがずーっと家にいたんですよ。おばあちゃん子なもんだから、おばあちゃんについてきちゃって、おばあちゃん離さないもんだから、だからいとこであって姉みたいなもんでしたよね。ですから7人家族、あら賑やかだなんだってね、姉もいるしさ、いとこのお姉ちゃんもいるし、私はでしょ。でわー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 言いながらご飯食べてて、ふっと思ったんですよね、そうだ長田んちって年の離れたお兄ちゃんいたな、あのうちのお母さんとおばあさんみたいなお母さんだったな、確かお父さんいなかったよな、あいつ今晩ご飯食べてんのかな、自分に叩かれたから泣きながら食べてんのかな、それともお兄ちゃんやお母さんにはそういう顔見せないで我慢して普通の顔して食べてんのかな、でもあいつが悪いんだよな、でもなんかかわいそうだな、自分はこうやって家族に囲まれて楽しく食べてるけど、あいつお兄ちゃんとお母さんしかいないしなと思ったら、なんだかわいそうになっちゃってね、私は間違ってないんだ、あいつがひねくれてるんだ、腹は立ったんだけど我慢できなくなっちゃって、でご飯食べ終わったらそのまま家飛び出してね、行ったんですよ家賃とかで、家の前来たな、明かりがついてるはずなのに家の明かりがついてないんですよ。それでこんにちは、ごめんくださいって言ったんだ、返事がないんですよね。試しに玄関をくっと開けてみた、あの昔のね、どの家も黒いガラスのはまった格子のね玄関ですよ、とかね